わしがさっきの余波がね、お寿司も。じゃあさっき入った。ゲロ。どんまいっす。海苔が入っちゃう。俺お弁当だよ。使う？ああ、いや、いい。なんかすげえ多いんだけど、なんかパーツが。パーツ多いんだけど。気持ちいい。よし。カメラマン、カメラマン。ちゃんと仕事して。はい。おにぎりの素。おにぎりの素。ナポリタンの素。ブロッコリーの素。タコウインナーの素。卵焼きの素。ごま塩。唐揚げの素の素パンダ味の素ごま塩だねはい、作っていこうと思います。でも、俺はそんなね、こんなね、気にしないで作るよ、もう。絞り込むの？え？そうなの？そうだよ、もうね、緑におにぎりとかできるよ。そうなのか。お楽しみに。まずはブロッコリーが作ろうと思います。ブロッコリー作る？なんかあれ、三角カップは切れない、三角カップは切れない。こっちから一旦カット。はい、作っていきましょう。はい、三角カップに水入れてます。はい、まずブロッコリーが作るんで、ブロッコリーです。はい、入れました。はい、ブロッコリーの素があります。はい、でも俺タコさんウインナーの素を入れます。はい、はい、まあね、こんなの吉川お料理教室にね、よくあること。ああ俺ってさ、天才だからさ、何でもできちゃうんだよ。ああ、もうね、どっかのマルキューと同じ制服入ってるじゃん。そうそうそう、ほら俺さ、高校3年間さ、お弁当作ったじゃん。ああ、だからさ、ほらできちゃうのよ、こういうのも。ああ、そういえば最近新種のブロッコリーこんなのあったな。あったでしょ。カリフラワーは白じゃん、ブロッコリー白バージョンじゃん。赤いブロッコリーあっていいと思うんだよね。赤フラワーってなかったっけ。あるよ。はい、固まった。はい、切っていいよ。卵焼きを作ろうと思います。はい、卵焼きこれですね。はい、コップ1杯でいいのかな、卵焼きも。10杯ぐらいじゃない？ 1 杯やと。はい、卵焼きの素がここにありますね。はい、でも俺、唐揚げの素で作りますね。そういう唐揚げあるんだよ、最近。あるんですね。よし、OK。あらら。あらら。やべ、唐揚げが表で唐揚げしてたわ。足りっかな、これ、水。あ、いけるいける。よし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 。てか今思ってよくよく考えたら、あららって結構くださいってたの。あらら、あいつよく言ってたよ。あらら、あいつから返信来ない。ずっと来ないよ。記録はついた。それさ、これさ、動画中そんな悲しいことを言うことじゃないと思う。んみんなに報告しといた方がいいかな。あ、そうなの。唐揚げ固まったわ。はい、はい、バイバイ。タコさんウインナー行きます。タコさんウインナーでも使っちゃったんだよな。たくさんウインナー、ね、ウインナーの素使っちゃったっけ、さっき。使っちゃったね。使っちゃったっけ。使っちゃった、ね。じゃあブロッコリーの素入れようぜ。あー、いいね。うん、さっきタコさんウインナーな、ブロッコリーも、ブロッコリーにたくさんウインナーの素入れたんだよね。ってことはさ、ブロッコリー、タコさんウインナーブロッコリーじゃん。タコさんブロッコリーって言ってんじゃね。言ってる？多分。宇宙人だね。宇宙人だね。いるよこういうやつ、たまに。クドとかなんかこんな動きしてたじゃん。クドゥーね。よし、オッケー。わ、すげえ、もうこれでこの時点で300円ぐらいでも売れそうだわ。すげえな、さすがだな。ことごとく裏切んな、俺予想を。よし、オッケー、はい、切ろう。はい、おにぎり作ろうと思います。はい、おにぎりもとあって、おにぎりあったよ。ほら、おにぎりのもと。ナポリタンのおにぎりもと作ります。あ、え、あ、同じ炭水化物だよ。うん、ごめん、ちょっと聞き間違えてた。ちょっと混ぜてみて。ちょっと混ぜて。固まる物質ちょっと入れてみる。なんだそれ。おにぎりの固まる素みたいな入ってんじゃん。ちょっとだけね。うん、タコさんもいいな、ちょっと入った。いや、作り方ひどいわ。あ、おおおおおおお。あ、やべ、さっきあれが、あ、あ、
けそうだよ、お兄さん。そうですか。いけそうだよ、お兄さん。もうちょっと入れてみよう。いや、もうそれ弁当箱でよくね、それが。いや、来たね。ここパンダの顔になってんね、地味に。押し付けないんじゃない。え、これパンダの 目鼻口にゴマシを放つの。よくわかんねえ。よくわかんねえ。ゴマシが見えない。間違えた。間違えよしよし。ダークマターが。ダークマター。間違えた間違えた間違えた。間違えた間違えた。どうしようどうしよう。もうパンダってレベルじゃないもん。おはぎ。はいはい、はい、今度はナポリタン作っていこうと思います。まず用意するのはさっきのグロテスクなおにぎり、白米、白米混ぜた。はいはい、次おにぎり絞る。おにぎりを絞る。おにぎりの絞るって何？おにぎりだから絞るんだよ。よし、オッケー。ふう、おにぎりって絞るの何だっけ。おにぎり絞るも決まってんだろうが、何言ってんだバカ。はい、よし、こんなもんでいっかな。やめてね。ガスト、ガスト、何大丈夫かこれは。これさ、あれナポリタンならさサラサラだとか言ってたけどさ、どう見てもおにぎりなんだよ。おにぎりが生成剤だけなんだけど。ブロッコリーで作ったタコさんウインナー、タコさんウインナーで作ったブロッコリー、卵焼き、え、ガリ、うどん。いや、それ大根のすりおろしでしょ。ナポリタンのおにぎり、泥団子、アナゴの、アナゴのお寿司。おじさん、グダグダ。これね、説明していこう。これね、これをおにぎりでね、ナポリタン絞ったうどんになったと。うどんにすらならなかったと。あのね、すりおろし大根だよ、それ、うん、でね、これはね、唐揚げなんですよ、上は。唐揚げを卵焼きに元にとこに入れたらね、アナゴになったんですよ。でね、おにぎりはね、もうね、これ上についてるのね、別に泥じゃない、ごま塩、ごま塩、そう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 。これちょっとダメだ、もううどんじゃねえな、これ。これさ、あれにしよう、これ、あれにしよう、これ、うん、これさ、こうやって切り取んじゃん。ああ、これさ、この部分さ、いいってんじゃん。ああ、でさ、梅おにぎりにしよう。こうやったら、ほらほらほら、これ一番マシそう。それは一番マシだと思う。はい、うわ、空気しげえな、これですら。宇宙人だよ、リアルモンタコですよ、この先生。なんだこの味、まず。はい、次これ欲しいな、あげよう。いらねえよ、マジで食わねえよ、それは。え、卵焼きうまかった。やべえ、ナポリタンめっちゃうめえんだけど。ごま塩がまずい。これ締めじゃね、これ。ああ、まあ、さっぱりとこれはいっちゃう。ふざけんじゃった。うおー、あれあれあれだ、あの星のシャリマンマだ。まず以上、吉田のお弁当。
どうした？え？どうした？はい、できた。自分で作った弁当。はい、できた。はい、できた。やっぱ隣やな。ゲロまず。